吉川英治作、黒田女水。朗読、串田千雪。蜂の巣、1。太鼓櫓の胸木の影へ、スイスイと吸い込まれるように蜂が隠れていく。またブーンと飛び出していくのもある。ここの太鼓も随分久しい年代を経ているらしい。鋲の一粒一粒が赤く錆びているのでもわかる。四方の太柱でさえ風化して老人の筋骨のように荒々と木目の筋が露出している。要するにこの五着の城と同時に立ったものであることは疑いもない。あ、蜂の巣か。勘兵衛は目を覚ました。途端に自分の襟首を強く叩いて、ひさしの裏を赤い目で見上げた。夕べから彼は寝ていない。一睡の暇を盗むこともできなかったのである。そこでさっきから一人ここへ逃避して、柱の下に背を持たせかけたまま、良い心持ちで居眠っていたのであった。本丸の方からは見えないし、夏の日差しも具合よく、C の青葉が遮ってくれている。それに城内でもここの位置は最も高いので、中国山脈の赤稜から吹いてくるそよ風が瓶の毛や懐をなぶって、一刻の昼寝をむさぼるにはまことに絶好な場所だった。これはいかん、だいぶ食われた。蜂までが俺を寝かさんな。勘兵衛は一人苦笑して、襟首やまぶたをしきりに手でこすっていた。ために眠ったままはほんのわずかであったが、それでも大きなあくびを一つ離すとともに、やらいの疲れは頭から一掃されていた。そしてまた今夜も寝ずに頑張らなければならないと密かに考えていた。しかし彼は容易にそこから立たなかった。袴の膝を抱いたまま柱に寄ってポカンと屋根裏を仰いでいた。蜂の巣を中心に蜂の世界にも戦争が行われているらしいのである。偵察蜂が出て行ったり、突撃蜂を撃退したりしている。勘兵衛は見やかない顔をしていたけれど、頭の中では全く別なことを思案していたかもしれなかった。するとやがて二人の家中が上がってきた。侍小頭の室木才八と今津源太夫の二人だった。勘兵衛の姿をここに見出すと、二人とも意外な様子を声にまで表して告げた。いや、ご家老にはこんなところへ来ておいで遊ばしたか。いや、もう彼方では大変な騒ぎです。きっとご立腹のあまり姫路へ帰ってしまったり違いないというものもあるし、いやいや、殿に無断で立ち退くほど非常識なお人ではない。まだどこかにいるだろうなどと諸々を探し回るやら、場外まで人を見に出すやらで。ははは、そうか、そんなに探しておったか。まるで人ごとのような勘兵衛の顔つきだった。そんな問題よりは蜂に食われたまぶたの方が重大らしく、眉と目の間をしきりと指の腹で描いていた。2。全国どこの城にも必ず氷上の間というものはあるけれども、その氷上の間から真の対策らしい対策が生まれた例は甚だ少ないようだ。多くは形式に流れ、多くは理論に遊び、さもなければ心にもない議決におよそ雷動して、まずこの辺という頃合いをとって三回を告げる。三人よれば文殊の地というが、それは少なくとも一と一とが寄った場合のことで、ゼロとゼロとの会合は百人集まってもゼロに過ぎない。時代の行く手の見えない目ばかりが、たとえ千人寄ってみたところで次の時代を見通すことはできないが、評議となって列座すれば、誰一人としてそれがしは目くらであるという顔はしていない。そのくせ信念もなければ格別の宅見も持ってはいないので、ただ事故を繕うに奇弁と口舌の才を持ってすることになる。したがって評議は物々しくばかりなって、いたずらにもつれ、いたずらに横道に入り、またいたずらに抹消的にのみ走って、結局何回評議を重ねても衆から一の信も生まれず、そしていつまでも拉致は開かないというところに落ちてしまうのだった。もうやめい、
前夜からの評議というに、そちたちの胸を一当たり聞いてみれば、鈴まるところ、昨夜の初めの言葉から一歩も進んではおらない。それよりはもう一度、この席へ官兵衛を招いて、とくと彼の意見を正してみてはどうか。かりそめにも我が御着状の攻防に関わる大事ぞ。たとえ官兵衛に心よからぬ者どもも、日頃の指針や不安などは一切打ち捨てて、談合もし、結束もしてくれねば困る。上司の小寺政元は、並み居る一同の上から、ついに長短ともいえる語気を持って、こうひとまず言い渡したところであった。それで一応は、日和見的な消極論も、抹消的意見も、害と害の角突き合いも、なりを潜めたかに見えたが、また突如として、いや、その官兵衛殿ならば、今も今とてどこへ参ったか、姿を探しにやっているところでござる。他ならぬご評議の席を、ご家老たる者が密かに席を外してしまうなどとは、実に言語道断。あの陣には、お家の不珍を憂うとか、殿の将来を案じるとか、そんな忠義のかけらも心にはないと見える。ただ大ぼらを吹くだけが能事のお人らしいて。重役の一人たる末吉親が罵ると、その列の上座にいた老身の倉光正俊、村井河内、増田孫右衛門なども口を揃えて言い出した。元来口先公者だが、身の薄い侍じゃ、不作法も仕方がない。日頃の不作法は許されるが、一体このご評議を何だと心得ているのだろうか。さればよ、官兵衛殿にその忠義などを求めるのが無理であろうよ。我々普代の信とは違い、つい父の代から後藤家に縁故を結んだご悲観に過ぎぬ。そう言われれば、もともと目薬屋のせがれ殿、つい我らどもがご家老として重んじるのがかえってご本人には辛いのかもしれませんな。主人を置いて聞こえよがしの死後である。多少官兵衛に好意を持ち、また彼の説を支持している末席の若い武士たちには不愉快なことだった。で、耐えかねたか、その辺の席から一名の若い声が、宿老方のお言葉を遮って恐れ入りますが、殿の仰せでもあります。ともかく官兵衛殿が見えるのを待って、もう一応あのお方のご意見をよく問いただし、その上でいかようとも是非を仰せあるもよし、反駁なさるも結構だと思いますが、ここは私ならぬ場所です。あまりな陰口などはお慎みあるべきではございますまいか。と自分の身分に苦慮しながらも勇気を振るってたしなめたものがある。上司の小寺政元は、そうだ、よく言うてくれた、と感謝しないばかりな目をして末席の方を見ていた。彼はそれほど自分を主君として重く望めない人だった。決して暗君ではないし、地方の豪族の主人として教養もある方だったが、この世代に一族老頭を統率していくには多分に欠けているものがあった。大きく今の時流とその作用する分解や再建を見ていく活眼であった。またその動揺の中に処して迷わない信念とであった。彼にはそれがない。もっともこの播州にいて僻地の数群も領主に過ぎない地方の一城主にそんな達見を望むのは無理だとも言えるのである。今天正三年という今日の動きはあまりにも激しく、またあまりにも大きすぎた。